こんにちは。こんにちは。イベントのやつって始まってますか？もうお弁当食べます。じゃん。イベントのやつ始まってますか？なんか自分で参加しないといけないのかな。神戸デリカを食べます。よいしょ。今箸ついてた。こんにちは。神戸デリカじゃん。何それ、有名なの？有名なんですか？ステーキじゃないよ。なんかいろんなのが入ってる。じゃーん。すき焼き焼肉のやつは何ですか？もう始まってますか？マリンはすき焼きがいいのですき焼きのゲストじゃない、ギフトを送ってください。なんかポイントを達成したらいける。いや、ポイントを達成して勝った方がなんか食べれるらしい。なんかユイナもすき焼きでやってくれてるから、すき焼きのゲストじゃないや、ギフトお願いします。すき焼きって書いてこわ。ギフト、よし、いい感じ。すき焼き、あ、もうしてちゃう。何ポイントかどうやって分かるんだろうね。最近もがもが配信流行ってるんですか？いや、同時進行できるからいいんじゃない。これなんだ、ファイアエンドウかな。おリップの色かわいい。口にヘルペスができてて、リップが塗れないので薄いやつでごまかしてます。寒くない？みんな寒すぎて震えてる。ヘルペス痛い。まずなんかここにでっかいなって、ここにボボボボボボボってめっちゃある。皮膚科行きたかった。昨日雨降ってたから家出たくなくて。すき焼きのギフトお願いします。皆さん寒い、マジで寒いの好きじゃん。好きじゃない、冷え性だし。こんにちは。明日の気温も寒くなる。もう明日は撮影なんで。うわ最悪、めっちゃ寒いじゃん明日絶対。我慢ですね。もうちょっとご飯温めたらよかったね。温めたんだけど寒い。北海道より暖かいやろ。どうかな、また違うよ寒さが。寒い。皆さんすき焼きのギフトを送ってください。
辛っ、うん、ありがとうございます。かぼちゃ大好き。今日の感じびそうです。こんにちは。今日公演ですよ皆さん。寒すぎ。でも公演したら、公演したら暑すぎでしょ。16時スタートね。あれかな、 YNN さんのやつがあるからかな。なんで、なんかに被るのかな。なんだろう、ユイナみたいな汗が。いや、ユイナみたいな汗は出ないかな。ユイナは髪の毛が毛量が少ないから、あの髪の毛にすぐ汗が染みるっていう特徴だよね。マリンは毛量が多いし、汗をかくと髪の毛が浮きます。上になんかユイナはピチャってなるけど、マリンはもわん、毛量がさらに増えるっていうか、浮く。前髪とかも上に行くんだよね。レナとかもピチャって、もうすぐピチャってなるんだけど、上に行くね。逆に浮く。だからおんまゆになる、汗かいたら。そうそう、そうそう。毛量薄い人はいいよね、多分ペチャンって。あ、アーノンちゃんもペチャってなるね。そうそう、そういうの見るのも面白いよ。みんな見てみて、メンバーのあの髪の毛の質とか。今日のお弁当は味しないですね。すき焼きのギフトありがとうございます。近重さんが通りました。すき焼きください、食べたいよ。お願いします。
うんうん、一人で行きたくなってきた。あんま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 んかまぼこ、まぐ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 、昨日は朝から演技レッスンがあって疲れて寝て、起きたら7時ぐらいで、で SNS を動かしてまた寝て、また寝て、起きたら朝の4時とかでした。そう、29日まで毎日配信すると、いや、できる日にしようかな。できない日も出てきそうだから、だからそのやってる配信の時にたくさんギフトを投げてくれると嬉しいですね。果たして勝てるのだろうか。すき焼き、焼肉の方がみんな食べたいのかな。マリンはすき焼きが好きだけど、このイベントメンバーはお肉もらえるんだね。え、勝たないともらえないんだよね。だからすき焼き派と焼肉派かどっちが多いかで決まるんじゃない。あ、そう、ジャンレディも月曜日のゲストになったので、あのお便り送ってください、24日までに、できれば。外めっちゃ寒い。え、するな。今日外寒って思った。今日の公演頑張る。帰ったら爆睡する。メンバーは勝たなくてもポイント達成でもらえる。あ、そうなんだ。じゃあ早く達成しましょう、みんなで。うんうんうん。だって達成しよう。じゃあみんな協力お願いします。やっかんやっかん。もしやオール、オールじゃない、ちゃんと寝て、めっちゃ寝てる。チャレンジから無料ギフトもらえます。だってみんな設定のところとかマイページのところからチャレンジ開いて無料ギフトもらってきてください。いったらポイントも投げれるし、よろしくお願いします。爆睡するよ。今日は爆睡して、明日撮影終わったらお掃除して、いろいろやってって感じかな。でラジオかな。すき焼きのタレと焼肉のタレももらえる。え？欲しい欲しい。よろしくよろしく。すき焼きの、お、すいません
すき焼きのギフトが決まっているので、みんな配信したそうだからそろそろやめようかな。今何時ですか？みんなが配信したがってこっちに来てます。やめよう。何時ですか今？48。じゃあ50分になったら読んでやめます。ランキング読んで、うん、だから50分になったら教えて。あ、15分経過したじゃん。いいね。寒い、めっちゃ寒い。トイレ行ってお着替えします。梅田着生向かいます。お、今日公園来る人嬉しい。今日もメイクいい感じ。いや、なんか今日は違う。薄い、まあ薄いのか何なのか分かんないけど、ちょっと違うですね。あ、すき焼きだ、やった。お肉ありがとうございます。嬉しい。寒い。お、卵ありがとうございます。高級肉来た、やったやった。もぐ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 。マリンちゃんいっぱい食べて大きくなった。これ以上大きくなってどうなんだよ。うん、50分だ。じゃあランキングはもうね。13位レモンさん、12位ヒデさん、11位ヨシさん、10位キノモンさん、9位シゲヤンさん、8位ハジさん、7位ロカチュ、6位ルートさん、5位ユウちゃん、4位ヤスノリさん、3位サヤカさん、2位ルカさん、1位ヤマピーさん、ありがとうございます。また配信したらすき焼きの受付ギフト待ってます。それでは配信行ってくるので、配信じゃないや、公演行ってくるので、皆さん DMM で見てください。劇場来てもいいですよ。もう無理か。というわけでさよなら。今のうちにたくさんすき焼きのギフトを投げてもいいんですよ。この今ワインが結び終わったらやめますからね。よしよし、1時間後には公演が始まりますから、今日は早めなのでね、皆さん間違いないで4時からですからね。ラジオのお便りも送ってくださいね。ということで